皆さん、こんばんは。投資の隠れがへようこそいらっしゃいました。さてさて、今回もとっておきの情報を提供していきますので、最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時、つまり底値のシグナルが出次第、このチャンネルにてお伝えしますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではでは、始めていきます。 今日の東京株式市場で日経平均株価は4日ぶりに反発した。前日比176円84銭高の2 6781円68銭で今日の取引を終えた。昨日の米国株式相場の上昇が投資家心理の支えとなり、半導体関連などに買い戻しが優勢だった。海運株の上昇も目立った。その反面、戻り待ちの売りも出やすく。 相場の上値は重かった日経平均株価は朝方に大きく上昇し節目であった2万7000円に接近した後は次第に上げ幅を縮小した昨日の米国市場では小売企業の高決算を受けて消費関連株に買いが入ったが米国景気の先行きなどに対しては慎重な見方も多い週末とあって様子見ムードも広がりやすく 午後はこ着した相場展開となった。我らがトピックスは続伸し、先日比9.72ポイント高の1887.30で終えた。東証プライムの売買代金は概算で2兆9671億円。売買高は11億6839万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1228と、 全体の約67%だった値下がりは548変わらずは61銘柄だった今日から来週にかけては反発が予想されるものの米国の利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから今後の株価は下落方向に進むと見ていいでしょうつまり今後 AI ではさらなる大きな下落が予想されておりますのでまだまだここから株の買い時は来ると考えています AI による株の買い時つまり底値のシグナルが出次第このチャンネルにてお伝えしますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいね いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな